はい、こんにちは。もみあげスピードモーターサイクルズ、本日のおすすめ車両は1997年ダイナローライダーのカスタム車両です。外装はすべて、ワンオフで作っております。リアフェンダー周り、タイヤが200タイヤになってますので、随分とワイドなものがついておりますね。前後ホイールはビッグマシン製、そしてブレーキキャリパーは前後ともブレンボ、ローターブレーキローター、スプロケットはパフォーマンス製です。タイヤは今年の春に変えたのでまだ山はあります。マフラーはホットドッグさんのサイドワインダー、キャブは FCR ですね。そしてこちらがフロントタイヤ、山がまだまだあります。ローターキャリパー高級品がついてます。あとはこちら、ヘッドライトが HID になっておりますので、こちらの方にもちょっとついてますね。あとはグリップヒーターのスイッチです。こちらです。そしてスピードメーター、インジケーター、ヘッドライトのオン、オフ、ハイ、ローですね。そしてサイドナンバー、スイングアームももちろん変わっております。ではエンジンをかけてみましょう。ご来店してください。おすすめです。改造費約150万円以上かかっております。ぜひぜひおすすめ車両よろしくお願いします。